えと今日はですね、長く続いた自粛のですね、延長するかどうかについて、政府の専門家会議と称する会議の答申が出ましてですね、それを受けて、安倍首相が5月4日にでもですね、再延長を、延長をですね、決定するような流れになりました。なぜかわかりませんが、各都道府県もですね、ほぼ知事は延長を支持しておりまして、 このまま延長に行くと思います。で、コロナウイルスっていうか、うか風風についてのきちっとした説明はですね、まあ、今日のネットの虎ノ門ニュースで、須田さん、一平さんとですね、えー、お話をしましたので、まとまったものはですね、虎ノ門ニュースをネットでご覧になった方がいいんですが、ここではまず今日の専門家会議というものがですね、 まあどういうふうになものか、これから我々はどうなるのかということを説明したいと思います。一番大きな問題点はですね、専門家会議はですね、自粛を続けて、日本人がずっと長い間ですね、収入がないという期間を過ごしてもですね、今日の専門家会議の、まあ言えば、なんか、宙を浮いているって言いますかね、 そういうお医者さんたちはちっとも専門家じゃないつまり人々がどのくらい困るかということは全く考えずにええー、疫学的それもですね非常に曖昧な疫学的なレベルの低い疫学的な検討しかしてなかったということが明らかになりました、まあ、それをちょっとここで触れておきますそれで、えーまあ、収入が少ない人もいますしそれから脳医税的な人もいっぱいいますので えー、やっぱり私たちこれは国民がですねある程度プレッシャーをですねまあ政府にかけないとダメだということがわかりますお一人よしでは決して日本は良くならないということですね良い子ブールということは必要あのすごく問題ですえトラノン,ンニュースでこ世界的な動きも説明しましたが今度のウイルスの問題はですね、えー、うっかりあうっかりじゃなくて自然に悪いウイルスができてそれが自然に えー、世界に広まってるとか、それから WHO、世界保健機構がですね、中国とるつるんでやってるとかいうような類の問題じゃなくて、もう少し根が深く、もう少し悪度い内容を含んでるということは、トラノニュースの方でご覧いただきたいと思います。まずここでは、専門家会議の全体像ですが、まず一番問題なのは、専門家という限りはですね、使用する用語に、 定義があって、それを数値的に説明するっていう必要があるわけですね。これはもう専門家というものの最低の要件です。えー、それが全くありません。一番ひどいのは、まあ、これも須田さんなんか盛んに力説しておられますけども、感染力ですね。えー、これはまあ、再生産数っていう、あの、分かりにくい言葉で呼んでるんですが、まあ、第一ですね。例えば今日はイギリスの放送とかいろいろ聞いてみたら、 やはりあの国民に分かりやすい数字で言ってますね。それからもう一つは定義をきちっと言ってます。それから目標を言ってます。これは当たり前のことですね。えー、再生産数と言ってる分かりにくいのは感染力ですね。えー、一人の人の感染力が一人以上の人に移せる力を持っているときは危険であると。まあ、それはそうですね。一が、一人が2になり、2が4になるっていうふうになりますからね。だけど一人の人がもう1以下、一人以下ですね。 一人の人が0.5人に感染させ、0.5人が0.25人に感染させれば4分の1人ですね。一人が2分の1、えー、その一人がまた4分の1になりますから、これはもう、ああの感染が縮小しますね。日本は現在もうすでに1を、えー、はるかに切っております。で 他の国のステートメントの状態を発表の数字を見ますとですね我が国はこの感染力が0.5になったからとか0.6になったからそろそろえ自粛をやめますとこう具体的な数字を言っておりますつまり定義をせ用語をきちっと説明しその数値的意味を説明するっていうのがそれが政府でありますのでまして専門家会議が数字を言わないってことはとんでもないことですね。 それから今日もあの爆発的感染というのを英語で言っとりました。まあこの前ですね、すごく意地悪い人が私の周辺に見ましてね、爆発的感染なんつってのは武田だけだ。いや私は日本語で言ってるだけで、まあ日本語で爆発的感染つってる人いますけどね、爆発的感染と訳される英語を喋ってる人が多い。今日も座長がですね、専門家会議の座長っていうか委員長がですね、こともあろうにその感染のスピードのことを 英語で言っておりました。国民に向けて言ってるのに英語で言ってどうするんだっていう感じなんです。それで、まだそれが定義がはっきりしないんですよ。いつも言ってるようにインフルエンザは1日に8万人なんですね。このぐらいを爆発的と言ってるのか、まあ、現在の、コロナウイルスのやつはだいたい1日に200人ぐらいですね。だ1日200人を爆発的と言ってるのか、1日8万人ですね。だから、 定義しなきゃわかんないんですよ。これ。どのくらいを爆発的というか、英語は何で使うのかっていうことですね。それから医療崩壊ですけども、ベッドが足りなくなる。もしくは、医療関係者が過労に陥るということもですね、ヨーロッパ諸国は大体数字で言ってます。ベッド数が現在こうだけれども、これはこうだとか。医療従事者がこのくらい必要だけども、現在はこうだと。まあ、いうことをですね、言っております。で、この、 定義があまりなくて、数値的説明がないっていうのはですね、これは専門家会議とは呼べません。ですから、いくら聞いてもわかりません。こう言ってるんですね。えー、予想よりか緩やかに、か、あの、確かに患者数は減ってるが、予想より緩やかに減ってるので、それで、えー、自粛をお願いしたいと、こう言ってると。自粛が必要であると言ってる。その緩やかにとかいう言葉は普通技術的には使わないですよ。 え <laughs> そんなね、あの、それから爆発的か、緩やかにとかですね、医療が崩壊するとかするんじゃなくて、必ず技術、技術っこれ技術ですから、技術の問題っていうのは、数値の裏付けを喋りながらやるんですよ。そうしなきゃ、技術とは言えませんからね。あの、感覚だけでやってるってのは、まあ言ってみれば、中世の医療の問題です。それからですね、えー、っと、これもちょっとね、なんだかよくわかんないんですけど、指定的な伝染病に指定されて、 現在、あの、冬の風邪ですね、インフルエンザとかそういうのが非常に少なかったので、一般の病院はガラガラ空いてるんですよ。それで、今度の武漢風邪が通常の風邪では、風邪とかインフルエンザじゃなくて、通常の日本の内科とか呼吸器の病院にかかれないか、特定の感染性病院にかかなきゃいけないかって言ったらですね、それは1月時点、まあ、大いに負けても2月ぐらいはですね、 それは、あの、もしかしたら、特定の感染病院に収容しなきゃいけないと思っても、まあ、不思議ではありません。中国しか例がありませんでしたからね。だから、保健所に連絡して、保健所から感染特定の病院に収容するっていうこともあり得ました。しかし、現在はですね、もうコロナウイルスの全体像全部わかってます。感染力もわかってるし、感染ルートもわかってます。症状は、インフルエンザよりか熱は低いけれども、インフルエンザ以下長期化する。 もしくは、えー、入院しているときに、割合と急に腰体が進んで肺炎に進むことがあると。しかし、えー、人工呼吸器っていうのは普通つけません。これはここでも説明しましたように、人工呼吸器を一回つけるってことはですね、喉を切開して、そこから入れますから、手術ですからね、麻酔をかけて、人工呼吸器を入れます。人工呼吸器を一回入れるとですね、えー、人工呼吸器の力で呼吸をしますから、 その人の筋肉も一旦弱って、通常の場合、高齢者がつけるんですけども、高齢者以外はつけるとなら、もう例外ですから、これはまあ十分に人工呼吸器の数もあるんですが、高齢者の場合は普通は人工呼吸器つけません。なんでつけないかっていうと、人工呼吸器をつけたらですね、そのあ高齢な患者さんはそのまま人工呼吸器をつけ、半分麻酔をかけた状態でお亡くなりになるんですよ。もう外せないんです。 ですから人工呼吸器はそれほどいるわけじゃありません。ということは一般病院で普通の呼吸科ですね。呼吸器科として患者を収容できるわけです。ですから医療の崩壊は起こりません。これは多分裏で強力に医師会が反対してんだと思うんですが、その強力に裏で活動するっていうのはですね、やっぱりこの国民が全員が自粛で協力しているときに、裏工作はですね、表に出してしまった方がいいですよ。 ええと、この、専門家会議といわれる座長がですね、えー、このところ1ヶ月ぐらいどういう裏工作を受けたかってことを絶対喋べるべきですよ。<laughs> 裏工作をするってことは悪い人なんですかね。悪事なんですから。悪事が表に出せないっていうのは非常に問題であります。それから、行政の方も全国行政の知事さんの行動とか知事さんの言動ですね。それを聞いてますとね、 国民が収入なくて何が悪いとかですね。<laughs> それから、お前ら我慢しろとかですね。そういう、懲らしめる行政の言動が非常に目立ちますね。それから、言葉は優しくてご協力をお願いしなきゃいけないと言ってるのにね。そう言ってるのに、数値的根拠も示さず、えー、全く説明もなく、ただお願いだけするっていうのも、これ、陰銀ブ礼の例ですね。まあ、私は、あの、日本は、え、建国以来ですね。国民を大切にしてきて、 奴隷も作らないような非常にいい国だったのに、えー、明治以来ヨーロッパの影響を受けて、えー、非常に民主的じゃなくなったんですね。昔の日本の方がずっと民主的で、昔なの例えば奈良時代とか平安時代とか鎌倉時代の方がずっと国民を大切にしました。えー、犠牲になるなら偉い人の方が犠牲になるっていうのが日本の文化でしたが、もう今は全く違ってですね。 それで、そういう意味ではひどい状態になっていますし、今度もそうでした。それから、やっぱりこういうのは世論がですね、頑張って、そして国民に、えー、その、早く、国民がですね、早く平常に復帰させてくれと言ってるわけですから、少なくともその理由をですね、数値的にきちっと説明しなきゃあない。それを政府に迫るのは、やっぱりテレビ、マスコミなんですよ。今ではテレビですよ。 まあ新聞がほとんど力を失ってますから、テレビですよね。そのテレビが、えー、政府とかそういうのに遠慮してですね、ほとんど切り込まないんですよ。まあ、テレビによってはむしろ政府側についてですね、そして曖昧な説明をテレビ自身が続けるということをやっております。まあ、今日の専門家会議は全く意味のない会議であり、本来であれば国民が声を上げてですね、そして 仕事を辞めさせるなということを言うべきだし、えー、まあベトナムやら台湾やら日本と同じようなアジア諸国ももうほとんど規制を解きつつありますし、それから連休明けには、え、ヨーロッパの方向がですね、イギリスもスウェーデンもドイツもですね、全部制限を解除する方向に行っとります。その中で日本だけが桁外れに患者数も えー、犠牲、死亡者も少ないにもかかわらず、一番最後まで規制をやるようになると思います。これはですね、規制をやるのに、やると得になる人たちがいるからです。その一つが専門家会議なんですよ。専門家会議自身がですね、お金に困ってない、仕事に困ってない人たちの会議ですから。ですから、いいじゃないか、もう少し休んだってというような感じで、今日の会議の 説明が行われたということを一応報告をしておきます。